スタバに新商品マンゴープリンが出てましたので買ってきちゃいました。カップからしてさ、いつも可愛いんですよね。なんか何気なくこうやって置くだけで絵になるみたいな、そこがスタバの魅力とでも言いましょうか。で、僕がねこのプリン系を買うときにいつもやるのが、こうやってね蓋をパカって開けたときにスターバックスの文字がちゃんとこっち側に読めるようになるかゲームっていうのをやるんですけれども、今回もやってみましょうかね。じゃあ今回はここら辺でいかがでしょうか。せーの、パカ、はい、ペロン。今回のマンゴープリン、こんな感じの質感でございます。ではすくってみますよ。おいしょっと、いただきます。あ、濃厚でありながらさっぱりでありながらクリーミー、生クリームを結構使ってんのかなっていうような味わいでございまして、とにかく満足度は高い。今回一番驚くべき要素がこちらなんです。見てくださいね。はい、あれ、はい、ちょっとわかる、果肉が入ってんのよね。甘すぎず酸味も味わえてる感じもするけど、コクはすごくあるし、うん、とにかくね、舌の上に滑らかにかぶさってくる感じなんですかね。いや、おいしい。うん、あれ、ちょっと待って、そんで、まだあった。そこの方見てください。え、結構、そこの方に果肉が、こんなにグワッとあるの？このがっつり感すごくない？あ、そうなの？うん。マンゴー、押し寄せるマンゴー。じゃ、逆に言うと途中の断面にあったあのちっちゃい粒マンゴー何だったの？